新幹線に乗っておりまして、小玉号で、新大阪西明石に向かっているところです。昨夜は愛知県新城市という、初めて行きました、新しい城と書いて新城市というところでございます。若者議会、年間予算ですね1000万円を子どもたちの使い道を考えさせるという、去年山形県は湯沢町今お邪魔いたしましたが、そこは50万円の予算が1割削減で45万円だったんですけども、なんと1000万円ほどの予算執行を子どもたちに任せていくと、入江市長のお話を伺ったりというので行ってまいりました。で、そこから今兵庫県のコウノトリが稲美町加古川と明石の間あたりですね、そこに飛んできて巣作りをしたというのの取材に途中でございます。で、さっきようやく中日新聞を買ってきたんですが、これから読むところなので、座席で大きな声を出すだけにもいきませんので、後ほど、JR の土山の駅まで着きましたらホームでおそらく周りに人がいないと思いますので、そこで朝刊チェックをお届けをいたします。なお今日から4日間はですね、堺にございます山津鈴田さんの提供でお送りをしてまいります。あの山椒とか七味とかとっても美味しい、もう日本のこれぞ味、大阪の味というものなんですけれども、今日からですね、大阪難波にございます高島屋の地下でまた祭事を行われるということですので、そのお知らせをさせていただきます。本当は大きな大きな提灯があるんですが、さすがに愛知県と兵庫県の出張にそれを持っていくわけにもいきませんでしたので、はい、明日は出します。辻田社長いつもありがとうございます。今日この後10時からですね、地下にございます、ちょうど、いつも置いてるところではあるんですけれども、日本全国のうまいものが集まるというそういうコーナーがございまして、味百選ですが、そちらで辻田社長が自ら目の前で調合したばかりの本当に新鮮な七味などを販売されるということでございますので、今日からそのお知らせもさせていただきます。山津辻田の提供でお送りいたします。今日の朝刊チェックもうしばらくお待ちくださいませ。では、JR 土山駅のホームで後ほどまたお会いいたしましょう。そろそろ関ヶ原に来ているところですね。新緑綺麗なところをお見せしようと思ったんですが、トンネル抜けましたね。はい、参りましょう。後ほどです。